ルミからイルミネーション、ふっふ二人のデスティネーション。教えて初めて迎えるこの季節、いつまでたっても慣れない二人、あの日君が伝えてくれた、私と同じで驚いた顔を見て、本当に吹き出す君、もうバカバカひどいなんて笑いあったよね。臆病な二人、ここから先に進むのにはどうするの、男の子からリードしてよなんて言えるわけないから、イルミネーションだ、あの夜空に並んでいる星より輝く灯火、イルミネーションだ、でも今日こそ言わなくちゃ、震えてる私に勇気をちょうだいね。やるがリターンズ、やるがリターンズ、ストーリーモード、ここからが私の腕の見せどころですよ。私のスコープの前に立つのが悪いのです。ターゲットの名前はモテすぎ天蔵、今まで異性と付き合った経験なしと、そんなあなたを私のこの手で幸せにして差し上げます。覚悟してください天蔵様。これでなんで電車にあたこは大変なことをしてしまいました。好きです、付き合ってください。私です。私はパタコと申します。キューピッドをやっております。そうです。人間に愛を運ぶ天使です。見習いですが。天使学校3年生の卒業試験は先生から指定された人間にモテ期を与えることなのです。3年生である私は天蔵様を指定されましたので、あなたに愛の矢を放ったのです。矢を放つのは在学中に矢というほど訓練させられているので、卒業試験といってもとても簡単なことなのですが、私間違えて大量連射してしまい、天蔵様を必要以上にモテてしまう状態に陥れてしまいました。それが人生でたった一度のモテ日で、明日から永遠に彼女ができなくなってもですか？人間には生涯3回のモテ期を作るのですが、その時使用するのは一矢なのです。それなのに16矢も当てちゃったから、今日たっぷりモテてモテて困っちゃう MMK になってしまった後、生涯そんな日はもう悔しいけど言い換えじゃません。ごめんなさい。そして助けてください。パタコ、このことが学校にバレると正規の天使になれないどころか落第の上すごいことされちゃいます。だから天蔵様、この機会を利用して死んでも彼女を作ってください。自然だと思っているそれは私たち天使のおかげなんですよ。だけど天蔵様、さっきも申しましたように、あなたは今日を逃すと。異性だけでなく同性、動物からも恋愛感情を持たれることは生涯ありません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではさっきのようにフェロモンショットで女の子たちをメロメロにしてください。フェロモンショットとはモテる男性のみが使える技です。今の天蔵様は使い放題なのです。標的の女の子が「あん」ってなる場所に向かってバキューンと放出してください。そうこうしているうちに告白が成功して、お互いの気持ちが一つになれば2人は結ばれます。つまりは告白されて OK するか、告白して OK をもらえばいいわけなのですよ。普段は優柔不断で目移りも多そうですもんね。ちなみにタイムリミットは今日の夕方までです。それ以降はただのモテない男になってしまいます。それともう一つ、精神力という天童様が誰かを思う心がなくなってしまわないようにしてください。それがなくなってしまうと、その時とどめを刺された標的以外の女の子と結ばれちゃうこともありますよ。それでは誰かを選ぶ前にもっと天童様のことを教えていただけますか？勉強についての質問をします。勉強は好きですか？まあ大体そんなところだと思いました。では家で何時間勉強してます？まあそんなところでしょうね。予想通りです。それでは運動についての質問をします。足は速い方ですか？あまり自信がないようですね。では 100m 何秒で走れます？まあ平均的といった感じでしょうか。それではおしゃれについての質問をします。ファッションは気にする方ですか？見た感じそんな感じがします。では下着は毎日変えてますか？私下着は毎日変えることをおすすめします。それではエッチについての質問をします。ベッドの下にいかがわしい本を隠してますね。やはりありましたか。あたこ山を張ってしまいました。では何冊お持ちですか？なかなかのつわものですね。ややエロです。なるほどなるほど、天童様の人となりを把握いたしました。そういう方でしたのですね。それでは天童様、このパタコに誰に告白するのか教えてくださいませ。告白する人を選んでください。了解いたしました。それではサクッといきましょう。私の卒業のために、あとは天童様のためにも。どちらも大事ですよ。大丈夫です、本当に。ここから先、女の子が次々と天童様に向かってくるでしょう。その子たちを見つめてフェロモンショットでバッキューンと昇天させちゃうのです。そうそう、フェロモンショットは使い方に気をつけてくださいね。ご心配なく。私は天童様にしか姿が見えないようにしておりますから。はい、本当です。それではガンガン行きましょう。全員ちゃちゃっと昇天させちゃいましょう。後ろに怪しい影がいる。そうですよ。それなのにあの人、私のことが見えるんです。すごいですね。私のことがはっきり見えるのは天蔵様だけになるようにしてるので、おかしいと思いました。一方多いですよ。どうしたの？何を一人でブツブツと。それにおかしいわ。いつもよりこう得体の知れないものが溢れ出てる。だって幼なじみだから天蔵のことは分かっちゃうよ。だけどなんだろう、なんだか天蔵に悪いもののような気がする。胸がズキズキ痛いです。またこ天使なのに当たってるって。違う、そんな感じじゃない。どちらかというと疫病神っぽい。パタコ、激しく傷つきました。とにかくじっとしてて、天蔵。それ払ってあげる。大丈夫、痛くしないから。でもそれじゃあ私、天蔵のために何もできないよ。私に何？天蔵は天蔵でしょ。それより変な霊気が。どうして見習いってわざわざつけるのですか？どうされました？まあ中には聞かない人もいますよ。なんせ日本の人口は1億2700万人もいて、半分以上は女性ですから。いきなりタクトでも持ってるみたいに腕ブンブン振り回して。うん、よくわからないけどわかった。安心してください。こう見えても私は天使ですから。押してもダメなら引いてみな、ホトトギス。モテモテオーラが効かないなら効く状況にすればいいのです。いきますよ、ドキドキフィールド展開。あの天井どうしたの？私には言えないようなことなの？天井、今日は本当どこかおかしい。授業が始まっちゃう。天井、この話はまた後でね。私今日日直なの。え、地面にですか？心が作った守護するようなものと思ってください。おそらく天蔵様のモテオーラより要さんの霊力が上回っているのだと思います。その霊力がガーディアンとなって要さんの周囲にいるのかと。要さんの霊力を上回るためにはただ一つです。天蔵様に群がってくる女の子たちをたくさん昇天させ、男を抱かれてください。そしてモテオーラを要さんの霊力より強大なものにすればいいのです。というわけで要さんを彼女にするために天蔵様は精進あるのみです。立ってリングに向かうのです。そうですね。はい、その通りです。頑張りましょう。ファイト！相性が悪いようですね。頑張ってください。ませんよ。桜崎第三高等学校1年 C 組宇野葵。桜崎第三高等学校1年 D 組天野真理です。やは桜崎第三高等学校1年 B 組小杉ねねこにゃ。桜崎第三高等学校2年 B 組野々宮かなめです。電子学校3年生パタコです。キューピッドをやっています。なんとか言えよ。まあこんなものかしら。決まったぜ。これはいわゆる仕事着です。やっぱりこれですよね。これはマニアックな。うん、目がいやらしいですよ。これはマニアックな。決まったぜ。似合うかな。似合うかな。似合わないよね。似合うか。似合うかな。似合うかな。似合うかな。スポーティーに行くにゃ。泳ぐの大好き。似合うかな。似合うかな。似合うかな。似合う。泳ぐの大好き。似合うかな。そのためにはたくさんの女の子を昇天させなくてはいけません。わざと人がたくさんいそうなとこを狙って走ってください。そして女の子たちをたっぷりと昇天させてください。イケイケゴーゴーなのです。出発！私の何か何かそこは高速違反です。もう言うこと聞いて。ほらダメです。もう言うこと聞いて。お仕事違反です。生徒の頼み私、先生です。天蔵様、食堂到達ですよ。女の子もたっぷりいます。はーい、どんどんやっちゃうです。全員ちゃちゃっと昇天させちゃいましょう。よろしくね。そんなに気になるためそこまで。そんなに気になるの？そんなに気になる？そんなに気になる？そこ胸。こら。少しなら。少しね。少しなら。少しならダメ。そこ胸。こら！もう！こら！お尻だ！もう焦っちゃダメだぞ。気持ちはどう？見つけました。私？何？私か。何？私か。お尻やばい。お尻やばいよ。どうしようかな。マジマジお尻やばいよ。そんなにマジになんなくても。転造？どうしたの転造、女の子をこんな風に。冗談は後にして。あとウインク似合わないからね。おかしいわ、天蔵がこんなにモテるわけないもの。これは何か原因があるはずだわ。いいわ、私に任せて。私があなたについた悪霊を退治してあげる。モテない天蔵を使って女の子にこんなことをするだなんて、よっぽどたちの悪い例なのね。いいんです、いいんです。地獄より深い井戸底で三角座りしてますよ。このくらいたちの悪い例だとどんな例か調べなくちゃいけないわ。伝蔵の安全に興味があるんだよ。さあ頑張るぞ。私調べてくる。天蔵待っててね、私が助けてあげるから。図書館文献を調べなくちゃ。じゃあ行っちゃいましたね。貞子天使だから大丈夫でしょ。ある程度昇天させて先を急ぎましょう。そこにいましたか。私こんな人です。こんな人がおっぱい好きなんですか。隠しちゃいます。そんなにそんなにそこは見せられません。そんなに見せません。無理にそこは見せられません。あまり見せるのは安直ですよ。大人な展開突入ですか。大人な展開でした。先輩じゃん。いいじゃん。幸せです。私、何がどこか気に入ってる。やめー。どこか気に入ってる。ほら、楽しみに。そんなにしやめー。そんなにし。服のボタンずれてる。だらしないぞ。私に用がある、その定義でその定義で私はこれがこれそのあなた、後悔することになるわよ。私は何度でも読みたい。仙蔵追いかけてきたの？ちょっと嬉しいかも。あ、ううん、なんでもない。あ、ねえねえ、天蔵ってどんな本が好き？昔絵本とか一緒によく読んだよね。私も同じだね。そうだね、天蔵についてる悪霊を調べなくっちゃ。ごめん天蔵、はしごを支えててほしいの、お願い。うん、そう、よろしくね。よし、いっぱい見つけなくちゃ。しっかり支えていてね。ちょ、うっ、まあ、いや。これでもね、ちょ、うっ、まあ。世界の怪物ハイパー辞書、妖怪は教室に実在する。実録、これがごっつい悪霊だ。あとはそれとこれと、うん、こんなものかな。まだもうちょっと欲しいけど急いだ方がいいような気がするんだもん。どうしてか。待っててね天蔵、この中についてる悪霊のことが絶対記載されてるわ。私がすぐ天蔵を楽にしてあげる。天蔵様、どうしますか？ん？なに？結構？人がいるの？そっか、そうなんだ。わかった。その恋、私も頑張って応援するね。伝蔵が好きになった人か。きっと素敵な人なんだろうね。任せて天蔵、私が究極に効くおまじないしてあげる。あの本はこの中にないなあ。部室にあるんだ。ちょっと行ってくるね。恋をしてるんでしょ？応援するよ。大丈夫だってば。私に任せて。じゃあ。スーパー誤解状態ですね。嫌いでもない、そんなところでしょうか。ギャルガンリターンズ。